吉宗評判記暴れん坊将軍。じゃあこれを蔵に運んでおくれ。よっ。よし。よっ。あ、蔵。港屋庄兵衛、南町奉行所の者だ。役儀により罪を調べる。それ。旦那、お改めよ。なんだこれは。ん、見ろ、御家勢の三個と別行ではないか。そんな抜け目はしない。そういうだからだったら市民をしろ。なおてえい、わなでございます。また者どもは御家になどいたくはおりません。年号が聖徳から教祖に変わった時代、つまり吉宗が将軍になった頃、江戸の町を実質的に支配していたのは目明かしの大物たちであった。この花車という料亭の主人もその一人である。通称花車の陣八、配下に多数の目明かしを従える大物である。この男を平然と悪徳商人と組み、その財力に物を言わせ、町奉行所の役人までが彼の顔色をうかがわねば何一つできなかった。親分、これで邪魔になる男はいなくなりましたな。あの港屋のやつ、新しい上様に従って紀州から出てきた田舎者め、虎の威を狩るなんてやらだ。勝手な真似しくさって。まったくでございますな。私どもが抜け荷をしているのに気づいて、今すぐやめねば寄合から追放するなどと抜かしちゃって。追放どころか、三途の川の向こう岸に追いやられたのは港屋でございますからな。俺に歯向かうやつは容赦はしねえ。たとえ相手が誰であろうとな。南町奉行所書き物方同心、早瀬一馬、おらしてもらうぜ。お待ちください。お待ちください。庄兵衛殿、こんなバカな。そろって死んでたんで、まあ牢内で会ったことは仕方がありませんな。てめえらが消したんだな。誰だ、誰がやりやがった。くそ、誰に頼まれた。誰だ。何をしておる。貴様の立ち入るところではない。それに引き取れ。てめえら、このままじゃ済まねえぞ。今に見てろ。
十五です。お願いでございます。見逃してくださいまし。なりません。すると、その娘、シナの父親は、紀州から参った商人か。はい。港屋庄兵衛と申す者、先日、抜け荷の罪にて捕らえられ、牢死いたしたそうでございます。シナには南町奉行所に勤める婚約者があり、これで全てがダメになると思い込み、自害を。で、その港屋庄兵衛を召し捕らえた者は？あ、はい。目明しの花車の陣八とか申す者の手の者が探索をいたし、南町奉行所の町回りの者が荷上げの現場を取り押さえましたとか。忠助配下の者ならば間違いはあるまい。しかし不審な点がございます。捕らえられた庄兵衛と手代二人とも同じ日に揃って牢内で毒を煽りましたとか。しかもその死骸を直ちに焼き捨てたそうでございます。それはおかしいな。それに目明しの花車の陣八とか申す者、都閣の評判が。都閣の評判？江戸市中の目明しの頭目とか、それを良いことにしてかなり悪どい真似を。うん。で、その娘、いかがいたした？はい、一応実家の方へ返しましたが、これで港屋もおしまいでございましょうな。じい。あ、はい。風呂だ。上様、風呂に入ってはいかんのか？いえ、でも今自分お入りになりますといざめをいたします。ゆえ紀州の蜜柑を入れれば湯冷めなどをするものか。上様、お湯加減はいかがでござりまするかな。上様、またしても。しかし港屋の娘も紀州育ち、江戸の寒空に泣いておろうの。上様が放っておけぬのもご無理もないわ。お弔いの手伝いに行って何が文句あるんだよ。バカ野郎、港屋はな、おじめになって人の出入りを気にされてるんで。とにかく番屋まで来てもらおうか。おい、さっきの何だよ。この甘あ、かまわねえ、誰でも踏んじまっちまえ。嫌なら気をつけるんだよ。何だってよ。新之助様。新さん、邪魔しやがるとてめえから痛み直すぞ。ちょっと新さん、あんた思ったより強いのね。いや、それよりおかみさん、また少し厄介になるよ。そうやってすぐ図に乗るんだから。うん、お姉ちゃん。まあいいわ、でも頭は留守よ。おじさん、これから先どうなさるおつもりで。いや、差し出がましいようですが、足にできることならどんなことでもします。何なるとおっしゃってごなせ。ありがとうございます。主人があのようなことになり、シナも奥向きの方々に大変なご迷惑を、これ以上
港屋の看板を掲げるわけには参りません。そこで近々紀州の方へ帰るつもりでございます。紀州へ。早瀬様、どうぞ信濃のことはお忘れになってくださいまし。その方が早瀬様のためにも。そんな。お品、お品、死ぬ覚悟があるならどんな思いにも耐えられるはずだ。別れるもんか。別れるくらいなら俺もお前と一緒に紀州へ行く。お前と一緒なら何だってやる。町人でも役所でも構わん。どうせ奉行所なんてろくなところじゃねえんだ。きっぱりとやめてやるよ。お主が奉行所を逃げ出すんですか。何、どうじゃございませんか。お前には分からん。今の奉行所にはろくな奴はいねえんだぞ。お奉行の大岡様一人がいくら頑張ったってどうにもならんのだ。あんたそれでも侍ですか。侍なら何があろうと死ぬ覚悟で向かっていくのが本筋じゃございませんか。それをこそこそ逃げ出すなんて、みっともねえったらありゃしねえ。辰五郎、あんた一人だけでもどうして本当のことを突き止めようと思わねえんですよ。そんな育児なしにおしなちゃんが惚れるとでも思ってんですか。すまねえ、ついカッとしてしまって。勘弁してくださいでもねえだな。もう一度よく考え直してもらいてんだ。港屋の一件だが、抜け荷の現場を押さえ直ちに小伝馬町へ送り、私の取り調べる前に独自にその遺体を焼却。鮮やかな処置だな。毒物は庄兵衛が勝手に持ち込みましたるもの、私どもには一切の落ち度もございません。双方より気になってどのくらいになる。はい、はや24年に相なります。この大岡もお主の前ではただの小僧っ子か。何を恐られます。とんでもござりません。早瀬一馬の姿が見えぬがどうした。はい、休んでおります。お奉行、一馬は港屋の娘シナと婚約いたしておりましたとか。一馬は。はい、この度のこともございます。あまりお目にかけぬ方が。何かと問題の多い男でございますゆえ。お待ち、これなんだよ。え、あ、お兄ちゃんはね、それでいいのよ。あんまり甘いもの食べ過ぎると毒ですからね。うん、辰五郎、その通りだ。なんならそれももらおうか。冗談じゃねえ、どっちがいいところだか分かんなくなっちまって。ごゆっくりどうぞ。ありがとう。ところで、そのカズマというやつはどういう男だ。回し回りの同心じゃねえもんで、ことの真相をつかむのになかなか難しいらしいんですよ。あれであの人は根性のある人ですからね、とことんやるんじゃねえかと思うんですがね。うん、まあ、あっしらは何も知らなかったんで、二三日ぶち込まれただけで方面になったがね。あの時の荷物はどこから運んだんだい。え、品川沖のれっきとした紀州の船からで。しかし積み込む時には中身をちゃんと調べたんじゃないのか。へえ、もちろんで、ね、全く妙な話で。平霊の時に最初に積み上げたものは誰だ。へえ、花車の配下の目明かしでさ。
の前の晩に陣八のところの目明かしが山の女にサンゴを見せてるんだぜ。どうしろと言うんだい。いやだから港屋のつみりにご金製品を入れたのは目明かしに間違いねえんだよ。もう一度調べ直してくれよ。そいつは無理だ。相手は花車の陣八の手下。うっかり手出しはできねえよ。そうかい。よし分かった。もう頼まねえよ。俺は一人でとことんやってやる。俺は諦めねえぞ。いいな。てめえらせめて余計な口出すんなよ。奴らもやっぱりドブネズミか。おしな、俺を信じてくれ。必ず。カズマ様、もういいんです。カズマ様は私の思ってた通りのお方。おしな、でももうこれ以上は無理をなさらないで。カズマ様、カズマ様のこと一生忘れません。嫌だ。わかるもんか。俺はお前を女房にするって決めたんだよ。おしな、負けちゃいけねえんだよ。おしなのお父さんは新しい上様と共にこの江戸へ来た。なぜだかわかるか。上様と一緒に新しい世の中を作ろうと決心したからだぜ。正直者が堂々と胸を張って生きられる世の中を作らねば、そう思って紀州を後にしたんじゃねえか。カズマ様。大丈夫だ。心配しなくてもいい。俺一人じゃねえんだから。夜がついておるぞ。おしな、その方なかなかの美女よの。どうだ、似てるかい上様に。存じません。大奥にいても上様は一度も。でも私の上様はカズマ様。おしな、おい、誰か手の空いた者はおらんか。お早瀬、お前一緒に来てくれ。カズマが助人に。はっ。言葉の手入れに人手不足とかで。いくら人手不足とはいえ、書き物が頭で引っ張り出すとは妙だな。俺たちは表側で踏み込む。お前ぐらい回ってくれ。切り捨てる。すまないが、め組の辰五郎を呼んでしてくれないか。あんただな、辰五郎のところに居候ってのは。辰五郎から聞いてるよ。そうか。あの場には町回りもいたようだな。ああ、腐り切ってやがる。
あの連中だけじゃねえ、お偉方までもな。もう俺一人の力じゃどうにもなりゃしねえ。銭金のためなら平気で仲間まで裏切りやがる。新しい上様になりゃ少しは世の中変わると思ってたよ。ところが何一つ変わりゃしねえじゃねえか。そうだろ、大岡様だって見て見ぬふりじゃねえか。上様一体何してんだよ。今の世の中金次第よ。あの連中だってな、黙って借金肩代わりしてくれるやつがいりゃ尻尾を振るんだ。野良犬と変わりゃしねえ。武士の意地なんざクソくらいなんだよ。こんな汚い世の中にしちまったのは一体誰なんて。上様なんざ所詮誰になろうが御場日傘の世間知らずよ。今頃は絹の布団でぬくぬくと高いびきだろうぜ。クソ、はい、カズマ。なんだよ。上様なんぞただの飾り物に過ぎん。一人では何もできん出久の坊だ。お前さん。俺はそう思ってる。この世の中を変えるとしたら、そいつは上様じゃない。不正を憎み勇気を持って立ち向かってゆくお前のような人間だ。そういう人間が一人でも多くなり手を組めば、必ずこの世の中は変わるものだ。違うか。へえ、おめえさん偉そうな口聞くじゃねえか。俺にはそんなことわからねえ。俺は何も生きがって言ってるわけじゃねえんだ。俺はな、ただおしなのお父っつぁんをあんな目に遭わした野郎どもの正体を突き止めてえだけよ。おしなきゃ、おしながかわいそうだからな。しかし事の真相を突き止めるのは難しいかもしれねえ。だから俺は奴らは許さねえ。俺を裏切ったあの連中だけはな。どう？赤ん坊みたいね、まるで甘えちゃって。そういうこと言わないの。おしなさんが困ってるわよ。いいじゃないの、どうせ膝枕の目音になるんだもん。辰五郎から知らせがあったとき、一体何者が一馬を助けたのかと思いましたが、まさか上様だとは。もう済んだことだ。それより忠相、これを機会に目明かしと称する無頼どもと獅子身中の虫を退治せねばならんな。は、小物は泳がせておき、頃合いを見計らって一気に。しかし上様、そのすべての差配はこの越前にお任せ願いますぞ。さもなくば今すぐ上様をご城内にお連れいたしますぞ。分かっておる、心配するな。は。そのくせ者の正体分からんと申すか。は、かなりの手だれでございます。すぐ引き返したのですが、カズマともともすでに姿を消し、いまだに行方が。うん、陣八の手の物をすべて借り出し、必ずカズマを探し出せ。はあ、ただしお奉行には気づかれぬようにな。よいか、府上役人は忠相に任せ、陣八の方をな。無断で養生に。はい、暴露町に手入れのおり、カズマは軽い手傷を。それを理由に勝手に湯治に。オバマ。はい。そちは花車の陣八なる男を存じておるな。あ、はは、存じております。うん、どんな男だ。さよう。まあ悪党でござりまするな。ほう。されど毒を制するには毒を持ってせねば、江戸表の治安を守ることはできません。うん、なるほど。お奉行、悪党には悪党なりに使い道のあるものでござります。そうかな。オバマ。はい。腐った木はいくら大木に見えても寄りかかるわけにはいくまい。腐れ木は所詮腐れ木よ。引き倒さねばなるまいな。
上様はやはりお察しぞ。何て言ったんです、大岡様は。陣八は腐れ木、腐れ木は倒さねばならんとな。大岡様とて同じ人間でございましょう。欲得のない石仏様ではございますまい。しかし大岡様は上様の腹心とか金では動かんだろう。ではどうするんで。放っておくことだ。放っておくったって、あなた腐れ橋に石仏を乗せれば放っておいても崩れ落ちる。そうでございましょう、小浜様。腐れ橋、誰のことだ。俺が腐れ木ならその材木を集めて江戸の治安を守る橋を作りなすったのは小浜様、あんただ。ご所望の庭石は佐渡の赤玉石でよろしゅうございましょうな。何、赤玉石を。それはまことか。それはかたじけない。まことにありすまん。さて話を本筋に戻して、今度の港屋の一件、心残りはただ一つ、早瀬一馬の行方だ。これだけ探索してもわからんのは何か裏があるはず。裏というと。例えば大岡様の息のかかったもの、町火消にでもかくまわれていればなかなか。何町火消せの者だ。港屋の抜け荷しない一徳の疑いにて身内を改める。くれ、くれ。貴様は何者だ。居候の徳田新之助。何か用か。役人により部屋落ちを改める。どうぞどうぞ。メシ今ちょうど勝負の山場だ。ええ、なとり。それ鳥を通せば道理が引っ込むと。待て、どこにも見当たりませんぞ。じゃあ旦那、新さん、すまない、ちょっと手伝ってくれ。早瀬の旦那、カズマさん、おい、いねえよ、新さん。これ以上迷惑をかけたくないというわけか。あの体で無茶をしなきゃいいが。おい、けんぞ、みんな集めろ。いいか、カズマさん探すんだぞ。早瀬、抜け、腰抜けめ、闇討ちしかできねえのかてめえら。汚ねえ真似しやがって。No!
我慢しとくれよ。相手はめやかしの大物なんだよ。お前さんが今乗り込んでごらんよ。他の町火消しだって黙っちゃいないんだよ。取り道に行け。考えてもごらんよ。そうなったら江戸中のめやかしと火消しの大喧嘩になっちまうんだよ。江戸中に血の雨が降るんだよ。仕方ねえでしょう。バカ、火消しが命を懸けるのは火事場だろう。そんなこと大岡様がお許しになるわけないじゃないか。新しい上様になりゃ少しは世の中変わると思ってたよ。ところが何一つ変わりゃしねえじゃねえか。そうだろう。上様一体何してんだよ。今私が抜き打ちにいたせば、たとえ上様とてひとたまりもございますまい。上様、奉行所の体制はすでに整えました。あとは私にお任せになり、上様は早々にご城内へ。忠助、お前が俺のことを案じてくれるのはよくわかる。今の俺は紀州でお前に初めて会った頃とは違う。だがな忠助、将軍だとてこの体の中にはお前と同じ赤い血が流れておるのだ。上様、俺の気持ちがわかるな。忠助、わかりませんな。いや、わかっていてもわかりません。何？天下万民の上様にございます。それをお忘れになっては困ります。市場はお捨てください。やむを得ませんな。あと一両日お待ちいたしましょう。手代、それにカズマ、いずれも死人に口なし。どうやら一安心でございますな。ところで大岡様はどんな具合です？のんびり庭木の手入れをいたしておる。何の気遣いもないわ。辰五郎とて十手を預かる陣八親分には手も足も出ませんわ。これで一件落着ですわい。待てよ、辰五郎といや、もし一馬が本当に死んでいれば、辰五郎は弔いの前に前後の見境もなく血相を変えて殴り込んでくるはずだ。あの辰五郎のところにいた居候だとか言ってた若造、ただ者じゃねえと思っていたが、もしかしたらあいつが仕組んだ罠かもしれねえ。というと？あの棺桶の中は空だったかもしれねえってことだ。おい、棺桶を運び込んだ寺へ行って調べてこい。その必要はあるまい。そんなに奴だ。陣八、
火のつくのが少々遅かったようだ。おめえはこれでどうやらガン首が揃ったようだな。やっぱりおめえの罠だったんだな。やい、何しに現れやがった。江戸の空を覆い隠す黒い雲を吹き払うためにな。うわ、かまん、絶世。勝手が過ぎますぞ。忠相。二匹のムジナ、いぶり出すのも面倒。この辺りでお引き上げください。分かった。一つぐらいお前の言うことも聞かにはなるまい。それから数日後、花車の陣八は南町奉行大岡忠相の呼び出しを受けて出頭した。小浜孫三郎。は。本日より南町奉行所の人事を改める。よって花車の陣八以下目明かしどもにも立ち会わせることにいたした。はあ。でどのように。小浜孫三郎以下町回り同心の者すべて罷免の上上がり合いに申し付ける。なんと申されます。それでは町回り方は一人もいなくなりまするぞ。なあに、心配には及ばぬ。すでに小武組より新たに選抜したる町回り同心先日より着任いたしておる。おぶよ、一体どのような理由を持ってそれがしを。いや、全く分かりませんですな。オバマ様は立派に私どもを指図なさいますですよ。それをまたどうして。黙れ。港や商兵と手代牢内にて毒殺したる者どもすでに何もかも白状したぞ。陣八、その方の命にて殺害したとな。その方どもの極悪非道なる振る舞いすべて上様はご承知である。おばま、陣八、上様のおなりである。図が高い。おは。おばま孫三郎。花車の陣八、表を上げ。この顔に見覚えがあろう。まさかそのようなことは。要はその方どもの悪行をすべて見届けておる。仮にも天下のご政道を守る立場にありながら私利私欲のために罪もない人々を地獄に陥れるとはこの吉宗決して許さぬぞ。忠相、この者どもを直ちに裁きにかけ厳正なる処置をいたせ。上様と真珠なら文句はねえ。ここで天下を変えてやらお命相談。吉宗は二度にわたり
目明かしと称する無頼の者たちを江戸の町から追放したと言われている。みんな本当にありがとう。皆様のおかげでお父っつぁんの無実も分かり、お店も元通り始めることができました。このご恩は一生忘れません。さあ今日は早瀬の旦那のお前全開祝いだ。みんなお前祝ってやるじゃねえか。えっ、さあ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 、お嬢さん、お式の日取り決まったんですか？あの、来月の初めに。あ、そう、あ、どうぞ。いいわね、とってもお似合いの夫婦よ。しんのすけさん。あら、おまちょまで何よ。あら、いいじゃない、少しぐらい。ねえ、しんのすけ様。あら、両方で私に焼き餅焼かせようっていうのね。いいわ、私だってまだ若いんですから。ねえお前さん、ねえお前さんったら。おい、何してるお前、人前で見てもらえじゃねえか。いいじゃないか、歴史とした夫婦なんだもの。ねえ、あら、ちょいと、ちーやっぱりお前さん、一番男前だよ。お前さん、おぼせんじゃねえよ、お前照れちゃんじゃねえかよ。辰五郎、そう照れるなよ。火消しの頭って言えば男の中の男だ。おかみさんが惚れるのは無理はないぞ。あら、しんさん、私が先に惚れたんじゃないよ。この人が先に惚れたんだよ。すれ違った時なんかさ、私の後ろの方に当てたんだよ。そうだそうだ、思い出した。行くぞ、年狙いってばい。はい、お前ら冷やかしてねえで下げすぎよ、下げよ。さあ、死んでくれ。え、旦那、俺のかよ。おおお、はいはい、そしたら思いもいっぱい行けよ。はい、さあ、はい、どうだ、みんな入ったか。さあ、宿杯だ。はい、その旦那、前回おめでとう。ありがとう、おめでとうございます。暴れん坊将軍、次回は初めてその盗賊が現れしより越前は世に固く誓ったのじゃ。この三月の間に天中小僧を必ず召し取るとは。形はどうあれ、武士に二言はございません。おめえ、そのなりや、おめえが身を売ってるってのは本当のことなのかい？次回、遺族江戸を走るにご期待ください。